石野が二十歳になっても好きな人がいなかったら私が付き合ってあげる。久しぶりだね。うん、後悔してたあの時。前の日なんか覚えてる？え？そう、気持ちなんだ。さっき海に入った時思ったの、冷たくて死んじゃう。平野くんと出会ってすっごく明るくなった。私子供ができちゃったみたいな。え？でも私子供欲しいし。愛があれば何でも乗り越えられるよ。ラストライブのラストナンバーにふさわしい曲。本当にやりたい曲を言うことね。さあ最後なのにずっとこんな感じだったら、いっそライブやめる？今のまま演奏してるいいライブ。かっちー。もうやめて。最後だし喧嘩しないで。私も好き。住人同士の恋愛は一切禁止で、もし発覚すれば即刻退去しなければいけない。厳しいルールがあるんです。とにかくリーダーである俺が大家さんに一任されて、皆さんのことを絶えず監視しているからいいですね。